太郎の竹明です。おはようございます。バカ寝起きの竹明です。ということで今回やってきたのがなぜ寝起きなのかと言いますと、ここ今秋葉原来てんのよ。マジでリックサックをあーって背負うんやみんな。え、なんかこれバカにしてるとかじゃなくてさ、すごいなってなんて言ったらいいの、沖縄でシーサー見かけたみたいな感覚よ。ということでね、今回やっていきたいのがですね、ちょっと早起きをしまして、朝ならではのお店まで、ね、一人でやってきました。というのがですね、中華料理が無制限で600円で食べ放題みたいな。ということで本日は秋葉原の中華食べ放題を平らげていきたいと思います。で、検証、ぶっちゃけはっきり言って600円の食べ放題怪しんでます。なのでその時間無制限で果たして竹明は満足できるのかどうか検証をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。竹明ショー。はい、というわけでもう早速目の前にいます。こちらですね、なんていうの、幸福イボ、もう感情ないねんって俺。はい、というわけで、え、マジよ、ここ入り口なんやけど、下ね、これ多分地下1階なんか、営業時間バイキング制となって7時から10時までで、ランチ11時から17時、ディナーが普通にグランドメニュー、深夜も深夜メニューだから、朝昼晩深夜でメニューがそれぞれ違うんだよね。で、朝食のみバイキング制らしいです。はい、それでは早速下に入っていきましょうか。席に着いたので今からバイキング取りに行きたいと思います。海外の人がやってる感じやね。中国人の人かな、中華料理行ってるのから。ということで今からじゃあちょっと1回目取りに行ってみましょう。果たして何が置いてあるのか。いや、ちょっとやそっとじゃ俺満足できんよ。だって600円、小学生のやつでも500円までやろう。中華まんまであるやん、チャーハン、餃子。さあ取ってきました。てかさ、600円かどうか疑ってたんよ。で、バイキング税込みで600円だよ。税55円やろ。すごくない、こんな安いことある。しかもめっちゃ種類豊富じゃなかった。なんか俺さ、まあ、ぶっちゃけた話じゃないやろ、600円の食べ放題っていうからさ、なんかデザートとか、なんかちょっとしたなんかほんとパンとかそういうのと思ってた。いや、これランチでもいけるやん。今日ね、ライブなんよ。ライブの朝から何してんねんって話なんだけど、マイヒーローフェスっていうライブがあって、なんかマイヒーローフェスって2日間連続でやってる音楽フェスの2日目の大トリ、10代、みんな声鳴らしとかね、なんかこういろいろ走り込みとかやるけど、俺は朝から撮影して動画を撮る。まあでもな、これがさ、やっぱ YouTuber アーティストみたいなとこもあるんやろなって思ってさ。まあちょっと冷めるからいただくわ。それではいただきます。味付けうまっ。で、味付けがまずそもそもうまいわ。すごいな、本場って感じ。いや、だから最近やとTikTok から初のアーティストとかさ、路上ライブからみたいなのあるやんか。まあ、そういうなんか、もう一つ背景みたいなものが必要なんかなって思うけどな。え、じゃああれやっていい？俺、コメダコーヒー行ったらさ、絶対やんねんけど、ゆで卵の端と端を割んねやん。で、片っぽから拭いたら、綺麗にゆで卵が出てくるっていう。で、俺、一回もさ、コメダで成功したことないんだな。多分茹で時間とかにもよるよね。コメダでも茹で時間やったら俺は成功しにくいから、ちょっとこれでやってみるわ。ここの激安バイキングで成功するか。え、マジで綺麗に抜けた。成功と言っていいんかっていう学科やったから、ほんまポーンって出るんよ。ちょっとなんか動画上って伝わるかな、若干ちょっと茶色い、茶色い、なんか味付け卵みたいになってる。じゃあ中華料理といえばこの饅頭だね。あんまん、あんまんと、あんまんなの、ちょっと分からない。いただきます。あ、違うわ、何これ、何これ、高菜みたいな、味噌、うん、あんまり何にもない、高菜味噌系。
ー言うと今回取ってきたのごま団子でチヂミ揚げパンで餃子とか待ってんの。これ多分ね全種類いったんちゃうっていうか改めて逃走中の放送皆さんありがとうございました。ありがとうございます。天津飯の通報みたいなって言うけど、いやマジ不甲斐ない結果やった。いやこれね逃走中の放送の次の日かな、うん、昨日だから夜リアルタイムで見て朝起きてって感じなんやけど悔しい。いやマジ本当に貴重な経験やからまた本当にね出演できるように頑張りたいと思います。すごいみんなも応援してくれて、なんか自分がこう地上波にしかもゴールデンタイムに出るっていうことの嬉しさみたいなものがやっぱ分かりやすくね、友達とか親と か, とか友達からめっちゃ連絡来たわ、逃走中出てたって何年も連絡取ってない、もうこいつと一緒連絡取らんやろなっていう友達から連絡来た、もしかして逃走中出てたって、そいつから逃げたのかな思ったわ。でその逃走中でさ、あの俺出たのがランボンマネーっていう逃走中のアプリのアンバサダーやってるよね。でそれきっかけでそのアプリの主題歌も歌ってて、で今回そのランボンマネーのキャラみたいな声優したのよ。だからなんかパンチとかするときにオラみたいな、ジャンプのときによいしょみたいな、それを100パターンぐらい撮ったのよ。で次にどんなキャラクターがいいですかみたいな、その基本的にそのキャラクターが動物が多くて どんな動物がいいですかって言われたから、イケメン風のリスかなんか小動物系なんか、まあ、小動物っぽいかな俺分からんけど、最終的に分かりましたって言って名前がマイケル、あマイケルかっこいいな、名前がもうすでにかっこいいなと思って、肝心 の, そのビジュアルよどんなんかなと思ったら、これゴリゴリ迷彩服着たゴリラむしろいいよこっちの方が良かった。これごまごまパンか団子じゃない硬っ、なにこれポッキーみたいな、うん、十分。俺さ定期的にさ質問コーナーみたいになってるやんか、ちょっと YouTube のコメント読んでいくわ。 YouTube のコメントコメミコーナーイエイ。さあ早速読んでいきましょうか。今見たらバンバンザイのルナちゃんに似てる、これめっちゃ言われる最近、なんか女装したら似てるみたいな。で逆にルナちゃんの TikTok のコメント欄にたき焼きに似てるって書かれるってなんか前コラボした時言ってた気がする。だからキリタンポにも似てるってたまに書かれるの、女装してる時。人の嫁をちゃん呼びする心理がわからんわ、実際ミーも嫌そうだしな。お前他人の嫁を呼び捨てにすんな。コラボやのに伸びてないね、だからサムネ変えたの、コラボ相手に失礼じゃない。あこれあれやね、ゆうやみとこの前コラボした時のサムネを最初夕闇に映しててんけど伸びが悪かったから書いたよね、一人の方に。何が悪いねん、お前会社に入ってて表紙売るとするやんか、その商品の売れ行きが悪かったら何かしら買えるやろ、バカなのか。そんなお前友情でやってへんねん。まあでも夕闇すげえ好きやけどね。定期的にやっぱ会議するよね、うちの会社のチームとかってさ、見たらね何十人って大人たちと会議しながら毎日やってるわけだよね。だからサムネが悪くてこれ見やんとこって思うものはすぐ買えるようにしてるんよ。だからコラボもそれは例外じゃないや。あのね夕闇とのコラボ多分ね会社員者と話したのが初めてのコラボで、ジェニスさんを知ってる人がそもそも少ないよね。だからここの接点が少ないから、たき焼きと夕闇のその相性というかさ、パッと見た感じクリックする人がめちゃくちゃ少なかったらしい、まあ、ありがたいことにコラボよりたき焼きの単体が見たいよねっていう人が増えてきてるんよね。だからパッとコラボで他の人が映った時に、まあ、クリックするのやめようって思う人が増えてきてんのよ、ありがたいことに。そのアナリティクス上そう出てたよね、この動画はクリックが少ないですと、ただ動画の内容は面白いと。で俺ゆうみもすげえ好きやからめっちゃおもろいしね、あの子たち。だからもっと伸びてほしいなっていう、そもそもあの動画が。だからその人の容姿と一緒なんよ、外見が良くなかったら中身見ようとせえへんやん、それと一緒。そのゆうみたいなのが悪いっていうわけじゃないけど、現時点では悔しいことに一人の方がその見られる、まあ、現に変えたら伸びたいよね、めっちゃおもろいって思ってくれるような内容の動画やから変えたって感じ。改めてこれマジで600円浅すぎ、チヂミめっちゃうまそう。俺高校の時の文化祭チヂミやったんよ、チヂミ屋癖あるやろ、大体みんななんか関西でたこ焼きとかクレープとかチヂミやったからね。それ思い出すわ、チヂミ食べたら、うん、うまっ、めっちゃうまいこれ。じゃあもういただきます。うますぎ。あ、これなんか食べたことあるの、なんのこれ、パクチーかな、普通のとなんか違う。でもどうやってこんな安いんだろうな、どうやってこの値段で提供できるの、税込みで言っとくよね。
ごちそうさまでした。いやもうちょっとお腹いっぱいや。時間無制限とは言いつつ、一応そのねモーニングやってる時間が11時までやから、あ違う10時までか、10時までやから、もう10時も超えようとしてるんで、そろそろ行きたいと思います。というわけで改めてごちそうさまでした。いやマジでうまかった。すごいね、これだけ食って600円やろ。あのレパートリーとあの量を考えたら今までで一番安いって言っても過言じゃないんじゃないかな。というわけで検証結果、今回600円の中華食べ放題に行けば満足するのかどうか、えぐいぐらい満足しました。お腹いっぱいで寝たいとは言いつつね、本日マイヒーローフェスというライブがありますので、頑張っていきたいと思います。今立ってみたらランチメニューが変わってる。ランチメニューもでもね一番高くて1000円やもん。800円900円とかだから、まあ、そもそもすげえ安い店なんやろな。はい、というわけで、まあ、気になった方はぜひね、こちら行ってみてください。というわけで、この動画がいいと思ったら、コメント高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今からライブか。